どうもサンドイッチマン伊達です。富澤です。始まりましたサンドイッチマンラジオやらせろでございます。始まった、この番組は FM 泉をキー局に東北のコミュニティ FM を中心に31局で放送しております。さらにパソコンやスマホのアプリ YouTube のグレープカンパニーチャンネルで、全国どこでもこのラジオを聞くことができます。この番組へのメッセージはメールアットマーク FM797.co.jpメールアットマーク FM797.co.jp までお寄せください。797は数字でございます。お願いします。さてもうちょっと4月のね、うん、中旬にはなってるんですけど、まあちょっと収録してるのがねまだ3月末、うん、ですけれども、うん、この時点では、うん、楽天イーグルス調子いいですね楽天ね、楽天イーグルス調子いいですよ。だから早川投手が先発した試合、はいはい、みたいなのが理想かなとは思うんです、オリックス戦の2戦目ですね、京セラドーム、はいはいはい、もう浅村選手が4安打、4安打クリーンナップはね島内選手なんかも打って、うん、はい、打点稼いでますね、まっちゃんの出番もなく、うん、そうですね、勝ち切るというのが今の楽天じゃないかって思いたいんですけど、いいですね、なんでしょう、早川から西垣っていう、その、早稲田のリレーね。うん、いいですね、うん。いやー、楽しいですよ、見てて。そう今の時点ではですよ。3月末時点ではね。毎日楽しいですね。開幕ではね、どうなるのかなっていう、うん、ちょっと。ちょっとな、本拠地開幕取れなかったのがね、あれですけど。打線がね、不安でしたけど。うん、で、次の日雨で中止になるっていう、っていうね、状況で、もう3戦目勝ったから。あれ逆に良かったのかもしれないけどね。そうね。うん、切り替えられてね。いや、頑張ってほしいですよ。楽しみですね。楽しみだね。ちょっと、和田蓮、ね、和田蓮、うん、開幕スタメンでしたけれども、ちょっと、今の時点ではちょっと外されてて、うん、使ってほしいなと。あれ、もぎもぎ出てる？もぎはね、体調不良で。ああ、そう。2軍行ってます。結構その毎年ね、茂木、うん、はい、選手が活躍したかどうかで結構僕は決まると、そう、結構重要なねポジションにいるんだよね、うん、うん、ちょっと怪我もあったりするんだよね、去年もそうだったし、うんうん、まあ田中和樹選手がサヨナラヒットみたいなのもありましたけど、はい、うん、もっとできる選手だと思うんでね、和樹ね、うん、いやできますよ、ホームランも20本ぐらい打てると思うんですね、本来だと。あと辰巳ね、うん、いや楽しみだなぁ今年はいや毎日がね本当にイーグルスの試合を見る時間がね至福ですよ。だからね結構それで、うん、機嫌も変わるじゃないですか。変わりますね。スポーツってすごいなって改めて、うん、いや本当に思いますよね、うんうん、ちょっと地震でねダメージ食らった地域がやっぱ多いので、うん、ちょっと下向いてるっていう話も聞いてるんでね。まあ観光業はね、そうそうそう。ね、まだ新幹線もね、うん、この状態でもまだ、今この段階でまだ動いてないと思うんです。4月20日前後って言ってたから、うん、早く新幹線開通して、うん、まあ、一生懸命やってますからね、作業してる方24時間体制でね、一生懸命やってるんですけど、うん、なんとかゴールデンウィークまでこう間に合わせて、うん、たくさんお客さんが来てくれればいいなと思いますね。うん、本当に。そうですね。だから、飛行機で仙台行ったりしてる人も多いですよ、やっぱ。我々なんかもね、いつもぼんやり犬ありますから行ってましたけども。はい、だから、今度またあるけど、うん、福島まで、福島駅までは新幹線走ってるから、うん、そこに東郷荘さんが迎えに来てくれるみたいなね。こっから車。うん。ね、まあ近いからね、福島からだと。なるんでしょうけど。うん、まあそんな折。うん、面白いニュースも入ってきてますよね。面白いニュース。楽天イーグルスの元社長のね、立花洋蔵社長が、うん、塩釜の、うん、我々もよく言ってますけど、うん、塩釜港っていう回転寿司屋さんの社長になる。なんでだよっていうね。なんでだよっていうね。いや、俺びっくりしたのよね。不思議ですよね。うん。まあもう4月の半ばですから、とっくに公にはなってるんですけど、うん、塩釜港の鎌田社長ってね、いつもお世話になってるじゃないですか。うん、バイキングでもこの間も中継でお世話になりましたけど、はい、今日限りで社長を退任し、うん、会長の職に就きます。うん、連絡は
連絡来ました、メール来まして、で立花新社長を支えたいと思いますみたいな、立花新社長なんか従業員の方に立花さんっていう方がいてまあいっぱいいるじゃん従業員の方、立花さん自体は社長ね、うん、楽天の辞めるって言って次まだ決まってないんですよ、まだ決まってないっていう話を聞いてたから何するのかなと思ったんですけど、そうで立花社長を迎えとか書いてあって、うんうん、誰のこと言ってんだろうまあ右腕にね、いたのかな、お寿司屋さんに立花さんという人が、もしかして俺らも会ってる可能性あるから、あ、そうなんですかってメールして、してふと気づいたら、立花洋蔵さんから着信が2件入ってて、昨日収録中に。ん？と思って。あれ、リンクするな。立花あれ？おかしい、でもまさかその、球団社長から回転寿司屋の社長って。いや、そんなはずねえだろうなと思いながら、もうちょっとでもリンクするなと思って、昨日ちょっと夜遅かったんだけど、いや、ごめんなさい、着信あったみたいです。2件ぐらい入ってたから、すいません、ちょっと収録してましたと。ちょっとお尋ねしたいんですけど、実は塩釜のお寿司屋さんから、ちょっとメールが入ってまして、立花さんが社長になったっていう話聞いたんですけど、いや、まさかその立花さんじゃないですよね、みたいな。メール送ったら、今朝6時ぐらいメール来てたのが、はい、就任しました。お前だったのかよっていう。いや、常々、イーグルスの社長を辞めた時にも、なんか東北に恩返ししたいと。もう東北、一生懸命イーグルス応援してくれて、お世話になったから、何かしらで恩返ししたいなっていうのを言ってたわけ。でもどうすんだろうなぁ、思って。家は確か東京にあるしなぁ、とか思いながら。そしたらね、そうです。私が変なおじさん変なおじさんそうです。いやいや、もう、正解で。不思議ですね。まあ、もともといたお寿司屋さんの社長、鎌田社長は、会長の職に。まあ、もともと付き合いはあるんでしょ？もともと付き合いがあって、うん。なんかこう、イーグルスのスポンサーもちょっと、入ってるみたいな。いや、あそこのお寿司屋さん本当にうまいし。人気ありますからね。週末なんかもう本当に行列入れないぐらいのね。ただ1店舗しかないわけ、その塩釜港っていう。で、ボンヤニルでも何回か行ったりとかさ、カノ君なんかも結構、プライベートで行ってて、で、カノ君に連絡したら、ああ、僕も聞きました。社長から連絡来ました。びっくりしましたね。どうなんだろうね、回転寿司塩釜港。だから、これから規模を拡大していくのか。きっとね。変わんないんだったらそんなね。まあ、やり手ですからね、立花さんね。何かしら仕掛けてくるとは思います、ね。何か、なんか、あったんだろうね。目論みが、鎌田社長の中で。で、立花さんにお世話になろうっていうことなのか。ただ、基本的には、鎌田社長がね、まあ、鎌田会長が取り仕切るらしいですけど、お店とかは。すごいんですよね。だから、ああいう、なんか、大きい企業って、他から社長を入れるじゃないですか。入れる。全くなんか異業種だったり、そこに飛び込んでいくって、すごいなって。その勇気も必要だし。そんなに知識なかったりするじゃないですか。まあ楽天もそうですけど、あんまり野球がわかんない状態で来るとか。今の米田さんもね、米田社長も楽天モバイルの、もともと社員ですからね。だからそれこそ関西の人だったりするし、全然違うところに違う業種で、すごいよね。それはまあ会社命令なんでしょうけど、よくできるよなって。いや、すごいと思うよ、だから。相当勉強もしないといけないし。すごいよね。ね。面白いな。どうする？社長どっかでやってくださいって言われたら。俺が？どこの社長？どこ、じゃあ、なんだろうな。じゃあ楽天モバイルでいいよ。なんで俺楽天モバイルの社長？なんで俺楽天モバイルの急に社長なの？でもそれでも、いいですよっていうことでしょ。ビジネスマンじゃないから、俺。ビジネスマンでその手腕を買われて、うちの会社立て直してくださいだったり、うちをもっと大きくしてください。じゃあ、定規さん、油揚げのお店から、田さんちょっと社長になってもらえない？やりましょう。やるんじゃねえか。やるんじゃねえかよ。いや、やりますよ、それは。まあそういうね。もう知ってるから、いろいろね。でもそういうことでしょ。そういうことなんだろうね。すごいよな。いや、面白い人生だなと思ってさ。本当に面白いよな。すごいね。すごいよ。よく飛び込んでいくよね。
お寿司屋さん。いやー、マジで俺びっくりした。うわーと思ったもんね。朝一飛び起きて。まあでも知らないからこそ、そのね、起きて破りな、意外なことができるのかもしれない。いや、そう思うよ。うん。きっとイーグルス関係からまたイベントやったりとか、いろいろするんでしょうね、そのうちね。そのなんかノウハウというか、それを活かして違うところでね、やるっていう、ね。だってもう元々すごいんだから、あの、塩釜港っていうお寿司屋さんはもう行列が絶えないところで売れてるから、他県からもいっぱいお客さん来ますからね。そう。めちゃくちゃうまい。ね、我々もどっかないですかって言われた時に割とおすすめしたりするお寿司屋さんですから。そうなのよ。うん、だもしかしたら、その東京進出考えてるとか、まあ仙台市内とかね、どっかに。しょうないからね。楽天イーグルスの球場内に回転寿司を作るとか、そんなまた、立花社長やりかねないでしょ。面白いから、あの人の考え方が。楽しみだね。どうなまあ、いずれにせよぼんやりぬで、直ちに行くことになりますからね。なんでっていう話を、ね、いや、まあ、聞きましょうよ。聞きたいですから、ね。そうそうそう。知らない中じゃないしさ、ね。連絡くれるってまた嬉しいしね。そうですね。公になる前にね。嬉しいですよ。いやいい、楽しい人生だな。楽しい、まあ、本当ですね。だってね、違うことにチャレンジするって大変だけど、楽しいことではありますよね。いや、きっと楽しいと思うよ。なんか考えちゃうわ。もう違うことやってみようかなとかね。何やりますか？何やろうか。まず、その、基本的にオファーは来ないわけじゃないですか。オファーは来ないですから。こっち自分から。こっちから行くしかないよね。まあでも、その、だから、なんか楽天、野球関係とかだったら別、やってもいいかなっていうのはあるでしょ。なんか、コーチとかならないのか。それは何でしょうね。草野球とかだったらあれですけど。僕が選手だったらなんでお前に言われるんだよって思いますけどね。お前な、何やってたんだ今までって。本当だよね。面白いな、それ。球団職員ぐらいだったらね、なんとか、無理言って、はって思うだろう。大丈夫ですか、まあいいですけど大丈夫ですかっていうね。ただ、球団、イーグルスの球団職員の方からは僕はもう球団職員扱いされてますからね。嬉しいことです。面白いですよ。まあ頑張ってほしいですね。そうですね。期待しましょう。東北を盛り上げたいっていうふうに、立花さんおっしゃってたんでね。やってくれると思いますよ。ありがたいですよ。残ってくれるっていうのがね。はい。ちょっと一曲、はい。一曲行きましょう。藤井風。知ってます？藤井風。え？風？風ですね。藤井風さん？はい。あ、知らない。でも、紅白も出てたよ。藤井風さん？藤井風さんね。有名？有名。まあまあ、今まあ、もちろん有名には。なんでしょうね。もう今、この年になると音楽とかも聞かないじゃないですか。なんで関係ねえじゃん。年関係ない。音楽が身近にあんまりないんでね。最近の新しく出てくる人あんまわかんない。知ってる？まあ、HY とか。HY？HY。HY は古いです。古い？え？だって僕、高校の時とかから売れてる人なんか。HY？ はい。だからもう17、いやもっと18年とか、19、20年。新人じゃない。新人じゃない。HY？ 20年以上前に。いやー、知らないな。HY？ はい。H2O じゃなくて。知らないです。大人の階段登ってないです。僕の中で最新の曲は、うっせぇわです。夜遊びいや、夜遊びじゃないんじゃん。アドです。えアドです。アド。夜遊びじゃないの夜遊びじゃない。うっせぇわ。アド。アドです。アド。アド、アドちゃん？はい。あの人は絵描く人じゃないの？アドちゃんは、この番組で絵描く人。違う、ガラスに。うっせぇわ。いやいや、こんなに、もう林さんじっと黙って。知ってますみたいな顔してる。知ってますみたいな顔してるけど。林さん一応知らないですよね。いや、知ってますよ。名前は知ってますよ。林さんでも気候学若いですから。藤井風、藤井風知ってます。もう名前は知ってます。紅白で。アド知ってます？アドも知ってます。名前知ってます。そうです。ただ誰がどの曲かっていうのは曖昧ですね。こう、並んでたら誰がアドってわかります？アドさんと、藤井風さんと、見た目ですか？見た目。う
藤井風さんとアドバだって性別違う、性別違う。あ、え、藤井風さんって女性なの？いや、男性、男性です。アドさんが女性。もうやべえな、お前。刑務所か。刑務所にいるのか、今。なあ、刑務所からお送りしてんのか、これ。刑務所ラジオ。刑務所ラジオじゃないよ。病院ラジオみたいに。そんなよ。そんなですよ。ひどいね、本当に。何を、そんなやつが曲紹介してるの。一曲行きましょうじゃない。一曲行きましょうじゃないよ、本当に、マジで。歌番組とかも見ないからな。本当に。わかんないよ。ものすごい出てくるじゃん。うん。で、今、新人かと思ったらもう10年以上やってます。HY さん、そんなやってんの？お前、ほんとか、それ。いや、だって、俺らわかんないから、お前のその情報。いやいや。しか、ほんとかってなるしかないんだよ。たこじさんがすぎるだけは出ますけど。え、今、お前の中で最新誰？田中の中で。最新？この人一番最新です。最新誰やろ？一番最新。俺はうっせぇわ。アドでしょ？アド？いや、アドじゃないです。え？お前言っただろ、アドって。いや、あ、違うんですよ。あ、その、僕の最新。あ、お前、何？え？何やろ？最新？最新。だから一番。日向とかさ。ん？日向とか。日向坂？じゃあ、日向坂とかわかるじゃん、俺ら絡んで。じゃあ、ガリガリの、ガリガリじゃない、ゴリゴリのアーティスト。ガリガリ。ガリガリではあります。痩せてる時の表現だ、ガリガリ。え、最新パッと言われてわからんな。いや、わかんないはずなんだよ、だから、あいつも。そんな別に。生活変わる。一番、その、音楽に接してた時って、もう高校生ぐらいの、うん。高校生だね。俺なんかはバイトしてて、うん、有線でずっと曲が流れてるから、はいはいはい、やっぱ、うん、ガオのさよならとか。うん、古いな、ほんで。古っ。あ、そう、あの時期が一番音楽に触れてたな。それ以降はそんなにさ。なんか最新誰とかいう感じじゃないんだと思いますもん。もう今その会話が変ですよね。歌手でというよりなんか曲での方がちょっとなんか昔と出方違うじゃないですか。ちょっと違いますね。誰の曲が好きやから誰のばっかり聴くとかそんなでないよね今。まあ、あのだからそのアプリとかあるじゃないですか。スマホであのやつでいろんな曲聴けるやつで。今流行る曲がこんなんあるんやってバーって見てそれ全部ダウンロードして聴いてみてとかやから多分一つのアーティストとか、曲メインかもしれない、ね、うん、はぁ、でそのアーティストよかったらあこの他の曲もあるんやって言って一気に10曲ぐらいダウンロードしたりとかそんな感じ。一回もダウンロードしたことないからよくわかんない。僕もどちらかというと昔とかの方が今ダウンロードして昔見てたアニメとかのやつとか単純メロディー良かったとか、ちょっとこれね、曲ダウンロードなんかもう着メロとかこんな感じで、あの曲ダウンロード、曲のダウンロードなんかしたことないんだよ。今売るヒットしてるのが出てくる、ね、まあとかランキングとかに出たりするんですよ。その1位何なの？1位ビリーバンバンとかじゃないの？クソジジイじゃねえか。クソジジイって言うだお前。また君に恋してるもん、ビリバンバンだからな、お前。今1位、ビリバンバンじゃねえのはクソジジイじゃねえか。って言う人がいるよ。そう。ビリバンバンがクソジジイじゃん。お前がクソジジイだって。なんでだよ。今やったらユーリーかな。え？ユーリーのペテルギウスって曲。ユーリーってのマジで。ユーリーこれが今、J-POP のベスト100。何ユーリーって。どういうドライフラワーでしたっけなんか。いや、聞かな、わからん。男？あ、男っす。でも、わかるお前。え、今、1位、ユーリ。2位が、うっせぇわじゃない。違う。いや、もう2年前とかじゃないですか、うっせぇわ。え、そんな前だ？え、去年を、いや、去年か、一昨年か。サウシードックって何？どっちが曲でどっちが何？シンデレラボー。シンデレラボー。3位、キングヌー。キングヌーだって俺知らないからね。キングヌーは。キングヌーって外国人でしょ？いい、違う。白日？ああ、そうそうそう。あ、それはわかる。4位、マカロニ鉛筆。は？コンビ名みたいなやつ。これ、ま、だから、その、なんすかね、サブスクね、入ってない。だから、ジャニーズさんとかサブスク入ってない、ね。やべえ、10位まで誰も知らねえ。
来てますね。お、もしかしたら、あ、13位、風、藤井風入ってますよ。うん。でも曲、あんま、わかんないんじゃないですか。今見たから。ラッドウィンプスはわかる。オフィシャルヒゲダンディズムもわかる。ラッドウィンプス俺の中で、ラッドウィンプスだな、一番新しいの。いや、出したヒゲダンじゃないヒゲダンだね。ヒゲダンが一番新しい。ヒゲダンが一番新しい。最新です。なんだっけ、うん、ラッドウィンプスって、全然前世です。ああ。それはわかる。やばいな、これ、お前。すごいね。全然わかんないよ。すっごしわかんない。ユーリっていう人いっぱい入ってんだけど、これ。なんか、あれですか。ユーリ、不利のユーリ。違うわ。優勝に理科の人やったような。女あ、男性です。男性男性です。そうなの、はい。なんだこのおじさんラジオ。なんだこのおじさんラジオ。綺麗。有利不利の有利なの、ね、知らねえもんだって。不動有利しか知らないんだからこっちはお前。女子プロゴルファーの。いやー。ちょ、困っちゃったね。こんなになるんだね。うん。知らないところで。音楽は聞かないとですよね。だからずっと聞いてないと。いや、だから世間を知るってそういうことだからね。これって何？都市行ってるから。じゃないですか？なんすかね、うん。やばいですね。うん、いや、反省も知らないですよ、言う。なんか、わかんないです、わかんないです。え、見たことはあります。その、なん、情報。本当かな？番組表とかで見たことある。本当かな？番組表に書いてます。あ、だから歌の番組とか。ああ。それが誰だか、どの歌なんだか、全然わかんない、うん。ミュージックステーション。富澤さんでも俺音楽、洋楽とか好きやから、そっち系は聴いてる感じなんですか新しい。いやいや、今はもう全然。マカロニ鉛筆の名前は見たことあるんですよ。マジっすか聞いたことない。日本人。日本人のあのバンドっすね。マカロニ鉛筆。はい。危ないね、本当に。でも興味ないと聞くあれじゃないじゃないですか。なんかでもさ、あの、これは俺いつも言うんだけど、こんな俺でも入ってくるのがすごいものだって。まあまあ、本当に流行ってるものですよね。だからその老若男女わかる。そうそうそう。だから俺なんか車でサザンの CD 聴いてたりするから。でもラジオとか聴いてんのかな？ラジオって聞いてるけど。でも、俺よく考えたんですけど、芸人さんのラジオって曲ほとんど流さないじゃないですか。うん、まあまあ、オールナイトニッポンとか流れたりしますけど。だからうちのラジオもほら、宇多田ヒカルさんしか流さない。もうね、ラジオショーはまだ、サンデさんのラジオショーはまだ流れてますけど、うん、ナイスさんも中川さん流さないじゃないですか。うん、多分、ダッサン聞くラジオがほとんど多分、そう最新曲流さないから。そうね。しかもこうやって曲紹介するけど、ここでは流れてないから。そうそうそう。あっちでね、うん、FM 泉の方で、流れてる。後からつけてくれるから。俺たちは曲紹介するだけですから。それ聞かないから。聞かない。もう一生聞かない。3人ともあれじゃないですか。これから多分お子さんがちょうど音楽とかに興味持ち始める年になりつつあるから、そっから情報入ってくるかもしれない。ああ、でも娘とかはちょっと知ってるかもしかしたらね。うん。まあ、中学高校ぐらいちょっと音楽って興味持つじゃないですか。うん、いやー、ちょっと困っちゃう。だから下の子が口ずさんでる曲は、うん、だてみきよーだから。あ、そうなの、メロガッパ。特殊な教育してるな。英才教育。曲入ってこない。でもそういうもんだと思うよ。要するに。だから芸人なんていうのも全く知らない人もいるわけよ。うん。まあね、興味。うん。自分の目線に入ってこない。そうそうそう。うん。だって、ユーリさんとかはものすごい売れてるわけでしょ、今。売れてありますね。知ってる人も多い中、うん、俺らみたいな、フリユーリとか、不動ユーリしか知らないとか言ってるやつが、あってもわかんないわけでしょ。わかんないね。だって俺なんかサッカーもね、前も言ったけどさ、うん、イニエスタとすれ違っても誰だか分かんないからね。ね。もう外国人いたらそうよ。レミオロメンも二人組だと思ってた。二人組だと、うん。いやいやいや、そういうもんや。入ってこないね。いや入っちゃうね。うん、そう考えるとコマーシャルとかでさ、あのユニクロのコマーシャルとかで、綾瀬はるかさんが、うん、ね、やってて、サザンが流れてるんですけど、そういうのはスッと入ってくる。興味あるから、ね、興味あるし、あ、サザンだって思うし、まあ、またいい曲作ってるよ、桑田さんとかね。だからやっぱそっちになっちゃうよね、もう固定されちゃうというか、うん、新しいものを、そうそう、まあ、良ければそれは入ってくるんだけど、うん、なかなかね、ね、自分のもともと好きなものが、そう、
しか入れないっていうのはあるよね。だからその年じゃないと思うんだよ。だからそんな別に年じゃないよ。いやでも年じゃなかった、若い子だったらそういう風にああいうの見て入れるから、それが当たり前だから、俺らがまだこの世代だったらそうしてんのかもしれないし。してんのかよ。まあ、お前はしてないんだろうけど、お前みたいなやつはしてないんだろう。お前みたいなやつって。例えば。いまだにバービーボイズとか聞いてるから。そういうこと、ダツさんがそのスマホから Bluetooth で、車で音楽を聴き始めたらもしかしたら、あ、こんな曲あるんやで広がっていくかもしれないですけどね。今多分 CD とかからしか情報ないじゃないですか、うん、音楽が。音楽って CD で聴くもんだと思ってるからね。Bluetooth に対して不服そうな顔してたけど。わからない。対応してないから。絶対対応する車ですから。伊達さんが対応してないです。あ、伊達さんが、俺のジャガーを対応してても、俺が対応してないから。機能がついてないですか、うん、俺の機能がついてない。俺なんかもう、携帯代も、なんか、未払いですみたいな連絡来て。うん、いや、なんでだよって。お金持ってるよ。お金あるよ。うん、もう、落とす、引き落としなんだけど。なんで？そしたら、クレジットカードの期限が切れて新しいカードにそういえばなったのよ。うん。そしたらもうやっぱ。更新しないと。更新してなかったの、俺。うん。で、コンビニで払ってくださいみたいなやつが来て、うん、コンビニで払ったんだけど、うん、どうやってその新しく更新するのか、楽天モバイルまで行ったのよ。駅前にあるから。うん。そしたら、いや、そういうのちょっとここではできませんみたいな。どこでやるんだよ。どこでやってここでできなかったの。家でできねえからここに来たんだよ。よくお店で見る、なんでこれわかんねえっていう人ですよね。そうですね。なんでここできねえんだって怒ってるおじさん。その人です。いや、そう思わない？いや、まあでも確かにそうですね。携帯代払いに来てるのに、引き落としができません。そこの会社のね、あれです、ね。うん。なんでできないんですか？わかんなかったから、俺、クレジットカード。うん、有効期限とか、うん、そして当社では分かりかねません。どこで分かんないじゃん。いや、俺も分かんない、お宅も分かんない、誰が分かんない。さっきその携帯の中でこうやるんですよ。やるんだよ。それもなんかよく分かんなくて、え、カードの切り替え、あ、それはえ、料金でしょ。うん、こちらは、あ、そうか、なんかカードの情報、それ楽天で分かんないんだ。うん、そっちでやってくださいみたいな。そう。で、販売店みたいなとか情報管理はあんまできてないかもしれないですね。あんま、できないあれなんですかね。で、登録のクレジットカードの有効期限切れてますっていう情報が来てたの、忘れて、知らなくてさ。うん、じゃあどうすんだよっつって。じゃあ俺どうすりゃいいんだよ。で、全部携帯でできますからっていうふうに言われたんだけど、うん、なんかわかんないんだよ。わかるよ。まあ結局あのコンビニ払うのが楽ですよね。なんか忘れることがそんな。だって引き落としだったら絶対もう何もしなくていいわ。まあまあまあ。なんか、カード番号を入れてくださいって入れたりしたら、このセキュリティ番号を入れてください。何それ？パスワード的な。パスワード的な。パスワードって何？暗証番号とは違うでしょ、きっと。まあその、契約した時には登録の、なんかパスワードがある。そんなの覚えてないじゃん、こっちは。それ覚えとかないといけないですよ。そんなの覚えてないって言い出したら。覚えてる暇ねえよ、現代では無理だよ。それは覚えとかないといけない。そんなの覚えてる必要ないよ、そんな。覚えてる必要なくもね、大事なことです。暗証番号はわかるけど、でも暗証番号のはずないじゃん、絶対。何の話だよ、ね、セキュリティ。多分、だから アカウントのそういう。やつじゃないですか。もうそんなの覚えてないですよ。お前も覚えてないでしょ、多分一緒に契約して。全部メモるんで。富田さんメモるから。どこにメモってるんですよ、メモってるやつ。言わないです。じゃあ別に取らねえよ、俺。じゃあもう聞いてる泥棒が取りに来る。違くて、まあ携帯とかにメモるのかな。まあメモって、紙とかメモってありますよ。まあ書いてた方が安心ですよね。なんか、絶対分かんなくなんのよ。誕生日とか、何個もあるから。神さん誕生日とか言ったような気がするけど、違ったりするから。なんかそういうの分かんなくなるって自分で分かってるから、うん、それは書いとかないと。これ書いとかなきゃいけないね。あとはもうその都度、パスワード変更するしかないですよ。もう、そんなだともう無理。忘れるもん。いや、だから忘れてるから、忘れてたらパスワード変えますかってなるじゃん。うん。毎回それをやるしかないですよ、そうなって。
あ、変えることはできるんだ。多分できると思いますけど、まあ手間です。でしょ？だ覚えてりゃいいだけの話です。あと、だから1個のパスワードを作っといて、それの、だから例えば数字書いたりとか、頭文字だけ書いたりとかしてたら多分。今だってもう何でもパスワードだよ。そう。そうそうそう。そんなんじゃもう生きていけないよ。何にもできないよ、だから。うん。それは、なんで覚えないんですか？覚えられないから。じゃあメモってください。なんでメモらないんですか？どこに置いとくの？机の中でも入れとけよ、お前。それを置いてたの忘れる。なんだこの数字ってなるんだよ。そんなのいっぱいあったよ。なんかちっちゃい紙に数字書いてる。なんだろう、これ。だから忘れないように何の数字か書いておく。今必要ないだろうな、つって捨てたりとかして。捨ててそうですね、そういうの。捨ててそうですね。でさ、それは楽天モバイルに行ったら分かってほしいよね。でもそうじゃないから。今は。うん。それはあなたの勝手で。いや、そのカラスみたいに言う。カラスの勝手でしょとは言ってないけど。だから、ね、もう、だじゃあ、書いて、うん、これね、なんかケースなんでしょ？ケース。それ入れとけよ、じゃあ。それはそれで危ないんじゃないですか？携帯落とした時に。知らないよ、そんなの。落とさなきゃいいじゃん。落とさなきゃいいじゃんっていう。じゃあ、お財布の中に入れなさい。うん。でも、その、まあね。うん、いや、とにかくわかんないよ。だからやれっつってんだ。やれっつってんだから。だからもう諦めたらいいんだ。だからそうなって、そうなってくると、だからもう田中が管理するしかなくなってくる。いや、もう。人のパスワード。もう嫌ですよ、そんな。でも、チャンスだよ。チャンスってなんか、いや、ダメですよ。いや、だって、一緒に契約しに行ったじゃん。あの、ショップに。その時、そんな話したっけ？わかんないけど。いや、多分絶対流れでやってた。急いで、わーってやっててさ。うん、やってたから、もう覚えてないよね。でもなんか、パスワードなんか絶対あるし、忘れるから、うん、俺は写真撮ったりとかするし。ああ、すごいね。それで、ね、また書いておいたらいいですか、それ見てね。忘れないだろうって思ってるからね、そういう数字にしてるんだろうけど、うん、それ忘れちゃってるからね。だからやりなさいよ。俺が分かんないのは、うん、なぜそれを繰り返すのかなって。俺なんか何回もお前にそれで怒られてる気がするわ。いや、そんなに今まで。そんなに怒ってないよ。なんか、なんでじゃあ。そういう人だって思ってるから別に怒ってないけど。なんでじゃあそうなのっていうの。一緒に住んでる頃から何ですかずっと言われてた。富澤さんちと別に同じことを言ってるだけのあれですよね。うん、なんで同じことを繰り返すのなぜ同じ過ちをそんなに繰り返すの？だって分かんないんだもん。だって分かんないじゃん。やればいいじゃん。やらないじゃん。やってよ、俺の。そこもこうなる。全然曲いかねえな。全部やってよ。全部やってよ。もうエンディングだよ、お前。全部やってよじゃねえよ。いきますよ。もうだからラジオで言って公表しろ、お前のパスワードとか全部。俺がそれでも忘れちゃう。周りの人が全員知ってるパスワードをすればいいんだよ。リスナーが教えてくれる。確か何番だったと思いますけど。ああ、でしたっけ？そう。俺が盗まれなきゃいいだけだ。そう。パスワードみんな知ってるけど。お前は盗まれなければそれ。いや、怖えな。ドキドキだな。YouTube にも上がるから世界中にバレます。世界中に配信してさ、お前の。パスワード全部さ。聞いてて全員捕まえるからね、俺。そしたら何かあった時すぐそれ見ればわかる。捕まえるっつって。曲行かしてください。行ってくださいよ、ね、ないのパスワードっていう曲ないの。ないよ。HY で。HY。空色。サンドウィッチマン。ラジオやらせろ。ピカチュウのテーマソングだね。そうか、アニメとかもな、見たら、だからその、鬼滅の主題歌とかさ。ああ、そうですね。そういうのは入ってくる。なんだっけ、鬼滅の主題歌。あやこ、あやこじゃん。リサ。あ、リサだ。あやこ。藤あやこさんじゃねえか。あやこ。あやこはお前、グレンゲとか歌わないの。いや、もう。ほのらとか。ダメなんだよな。あやこ。なんかちょっともうやめようかな。いや、もうね、わかる。記憶もさ、衰えが最近ひどいのはね。ひどいわ。あんのよ。な、自信なくなるもんね。自信なくなる。パッて出てこないから。うん。なんとかって突っ込みたいのに。そう。出てこないのな。出てこない。あ、たけしさんが言われてた。そうそうそう。あんなの、ずいぶん前から思ってたけど、正直。うん。本当に凹むんだよ、ちょっとね。
まあ、いっちゃう。だから、すごい、小杉さんとかさ、川島くんとか、そばで見ちゃう。バリバリだもん。うーわ、すげえな。負けた後。かなわねえなって思っちゃう。ちょっともうどうしようもない。そのものは出てんだけどさ。うん。これなんていう名前だっけな。本当に。このスポーツなんだっけなとかさ。これに、これの例えなんだっけ、あれなんだっけなって言われちゃったりな。で、昔のことしか思い出せない。そうそうそう。セコ、シン、セコとかさ、あの、マラソンって言っても言えば、セコとか、ソウ兄弟とかすぐ、そういうのすぐ出てくる。SB 食品とか、朝日化成とかね。か全然では、その、最近のやつ。見てんのに。だから、それね、俺、通用するのあと2年だと思うんだよね。そうそうそう。もうそれ以上になると若い人が、あの人何言ってんの？さっきから何言ってんの？ずっと古いこと言ってるけど、あの人何言ってんの？古いことない、面白いと思ってんの？知らないんだけど、みたいな。いや、まいって。アップロードしていかないから。うん。それは、怖い、ね。怖いよね。寿命が近づいてきて、うん。そうなってくると、もうやめようって思う。うん。転職ですよ。転職です。考えないとな。ということでございます。はい、また来週でございます。さよなら。サンドウィッチマンでした。サンドウィッチマンのラジオやらせる。